どうも、草お茶です。今回は話す形の形式で進行していこうと思います。というのもちょっと今日は昼間に、今週ちょっと日本に帰る予定 の, 同じホステルでね、半年以上働いてた、仲間というか、そうですね数少ないこっちの友達が、ね、帰るんですけども、それでちょっとお昼会ってたんで、その影響でちょっと録画できませんでした。ということですいません。その点は申し訳ないです。ちょっと今回お話しするのは、一応僕は、6月末でビザ自体は切れたんですけども、ちょっとその後ね、一時ビザみたいので、ちょっと今いる形で、これからちょっと、ゴールドコーストとか他の都市にちょっと観光に行ってから日本に帰ろうかなと思います。当初の予定ではこのままニュージーランドとかね行きたかったんですけども、ちょっと今の現状だと難しいかなっていうのが正直なところで、とても残念ですね。もちろんいずれというかもう近いうちに行きますけど、というかもう開国したらすぐにでもね行きたかったです。もともと僕もオーストラリアかニュージーランドで迷ってはいたんですけども、だったんでギリホイだったんで、ちょっとね、結果的にはオーストラリアというかケアンズに来ては良かったとは思うんですけども、やっぱニュージーランドはちょっとね小さい国なんで、やっぱり仕事的なものが僕の英語力だとちょっと難しいなっていうのはあったし、でも本当だったらね行きたかったんですけど、とても残念でした。で、僕は1年以上ケアンズにいたんですけども、それで今思った感想っていうか最近思った感想では、同じ町にずっと居続けたことは成功でもあったし失敗でもあったなっていうのが正直なところです。もちろん成功の方が割合としては圧倒的に多いです。ただ失敗した点もあります。まず成功した点としては、現地の人と仲良くなれたっていうか、第二の故郷だって言えるぐらいね、こういう関わりを持てたっていうのは、その点は本当に良かったです。多分これは他のワーホリの方だと同じ町にずっといるってことはまずないんで、その点は良かったです。僕も本当はもうすぐ半年ぐらいで行くつもりだったんですけど、ちょっとね今年入ってからね、山火事とかね大雨とかコロナとかあって、その影響でちょっと行けなくなってしまったっていうのもあったんですけども、それがあったとしてもケアンズは、とてもその災害に強いっていう環境的には良かったなと思いますね。それもあったし、あとはホステルで、クリーナーとしてちょっとね、合計10ヶ月半ぐらいか働いてたんで、それでいるっていうので、滞在費がかかんなかったっていうのも結構大きいですよね。僕も本当その能力というかその英語力の割には皆さんすごくねオーナーとかよくしてくれたんで、その点はとても感謝してるし、あとは教会とかね、そういう点では、日本ではなかなかそういう教会行く機会もなかったんで、そういう意味で関われるっていうのはとっても良かったなと思います。あとはそうですね、あと Uber Eats ができたのも良かったですね。ある方が Uber Eats はなんか底辺職みたいな感じで言われてはいたんですけど、でもやっぱりいくら底辺って言っても、ある程度ねホステルでいれば収入は低くても貯蓄はできますし、何よりクビになるってリスクもないんで、そういうのを恐れずに、あといつでも働けるっていうのはとても良かったです。そういう働き方も一つの、選択肢としてあるのはとても心強かったですね。あとは、あとバスキングともできたんで、リジュリジュでやったんですけど、最近はちょっといろいろあってちょっとやれてないんですけども、オーストラリア来てからね、リジュリジュはずっとやってみたかったんで、それが吹けるように、吹けるだけですけど、それができるようになったのはとても良かったなと思います。とても居心地は良かったです。夏はちょっと暑いからキャンドルおすすめしないけど、今の時期とか涼しい時期はね、特に涼しくて。
他の地域だとまだ寒いみたいなんですけども、まあ、そういうね寒い思いもしなかったし、その点は良かったなと思いますね。で、先ほど挙げた中で失敗って言ったのは、他の都市に行くチャンス、なんか長くいるっていうそのチャンスを棒に振ってしまったっていうことですよね。確かにケアンズは良かったけど、そのワーホリビザって僕 その1年ずっといるっていうのは普通は選ばない選択で、そう悪く言えば他の可能性をある意味で閉ざしてしまったっていうことで、他の都市でもいろいろあるのにそこだけいるのはなんだ、それで、まあ、学生ビザなり、まあ、就労ビザでも、まあ、長く入れるっていうのはあるんですけども、まあ、ちょっと選択としてはちょっと、もうちょっと他の都市でも行って Uber はいつでもできますし、そっちの方行ってやるのも良かったかなと思いますね。あとはそうですね、失敗、まあ、それぐらいかな。失敗って言っても多くの失敗はそこまではないけど、やっぱり可能性、まあ、やっぱりチャンスですよね、結局は。まあ、ケアンズ自体は小さい町ではあるんですけども、そこそこ栄えてるんで、でも僕はどっちかっていうと都会の方が好きな人なんですよ。大好き人っていうか、なんで、だからそういう意味では、もうちょっと、ね、そういうと都会の方とかそういうとこで、数ヶ月はね、ウーバーやるとかでもいいし、滞在するのはちょっと、まあ、すべきだったかなっていう点が、まあ、個人的なまとめとしては、ワーホリで同じ町に長くいるのはお勧めしませんというよりは、やめた方がいいです。これは、なんでかっていうと、ワーホリはあくまでお試し期間みたいなもので、楽しむこと、まあ、ワーキングホリデーなんで、を主体にしてほしいです。まあ、もちろん、英語勉強するとか、まあ、稼ぐっていうのはもちろんあるんですけども、あくまで楽しむ。現地の人たちと仲良くするのは、仲良く深入りするのは、就労ビザ持つなり、永住権取るとかでもいいと思います。まあ、その人たちでも、がっつりローカルの人たち関わってる人もいるけど、そうじゃない人もいると思います。なので、まあ、個人的にはワーホリで知らなくていいことは結構あると思います。まあ、僕はちょっと知るべきではなかったこともあったんで、ショックを受けたことがここ最近結構ありました。個人的にはパプアニューギニアとかオセアニアの人たちはとても優しかったんで、やっぱりそういう面ではね、まあ、いろいろそう、まあ、知るべきじゃなかったこともあるし、まあ、知ってよかったこともあるんですけど、ただやっぱりワーホリだったら同じ町にずっといるよりは、そこで知り合った仲間とかね、友達とかとずっと一緒にいて、それでいろんな町行ったりとかして、その思い出を作ってほしいです。まあ、僕はちょっと現地の人とは仲良く知ってくれたけど、ちょっとまあ、仲間とかっていうにはちょっとやっぱ違うかなって感じ。まあ、結構目上の人も多かったんで、なので、もし、今後、まあ、ワーホリで来る方とかいたら、そう、楽しみ、ホリデーを楽しんで、エンジョイしてほしいです。まあ、もう僕も、もともとバックパッカーなんで、まあ、キャンで1年いましたけど、まあ、おそらく、まあ、移住でもしない限りはもう同じ町に1年以上いることはないんで、またバックパッカー旅人に戻ります。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録といいねボタンを押していただければ嬉しいです。では。